T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。瞬間移動ができるようになりました。嘘は言わないの。すみません。早速進めていきましょう。まずはこれを。大したことなかった。意外にバカになりませんね。力不足だって言われてるのに。知らない間に落ちてました。あっちは届きそうだけどな。まあやめておきますか。こっちですよね。まだ気づいていませんが、マップに次の目的地が表示されてますね。気づいてなかったの。はい、まだ。呆れるわね。ちゃんと方向もわかるんですね。もっと有効活用すべきよ。あ、あっちか。暑そうなエリアですね。マグマ。骨ごと溶けそうです。何この人。怖い。ホラー映画さながらなんですけど。キャー、ゴルゴン三姉妹だったの。エウリアレだって。ちょ、やめてー。怖すぎるよ。サイレンを思い出します。クモシビトね。マジで怖い。さすがのドラキュラも。さて、パンツを履き替えてきますね。漏らしたのかよ。軽く。その間、これを見ていてください。マジかよ。まさかこんなに怖いとは、思わなかったよね。私もびっくりした。まだ心臓がバクバクいってるもん。ただいま。ちょ、汚い。で笑ったの。問題ありません。何をするんでしたっけ？あ、アイテム。あと二つです。どこかで見てるのでしょうか。怖いわね。こっちは来た道か。あ、死体。新たな怪物の話のようです。大きいのと小さいのがいるのね。そうみたい。ここで出てくるのかな。ご名答。ちゃんと代償いますね。鍵。抜き取ったね。あいつを倒して取り返すのかな。そうだったみたいです。なぜかドラキュラ弾が入るのね。まずは小さい方から倒しますか。強敵だね。つかみ攻撃で回復できるのが助かります。そんな悠長に。王者の余裕ね。
小さい方はミニオン。またドラキュラだん。説明が面白いです。お前の心臓をくれー。おいしい。グロいわこいつで最後。よし、全回復。ちょ、まぬけ。ベタだけど受ける。背中がガラ空きだぜ。前からの攻撃は効かないか。鎧がどうこうって言ってたね。熱を加えれば壊せるとか。おそらくカオスパワーのことでしょう。盾とか壊してたもんね。取り戻すまでは我慢するしかないのかな。後ろから攻撃するしかないんじゃない。いつの間にか雑魚も増えてますね。うま、その雑魚を投げなかった。よく見てませんでした。雑魚の方は問題ないですね。よし、まだ。お尻ペンペン。痛そう。サマーソルトの出番です。初めてちゃんとした技を使った感じだね。意識して使ったのは初めてかも。今のはうまかったよ。ガードはまだ下手だけど、そのうち上手くなります。またどこが出たか。今度は蹴った。ほんとですね。音まで跳ね返ってたね。面白い技です。これ、あいつ倒すまで雑魚は出続けるパターンですね。先に片付けちゃいます。それがいいね。よっしゃ。さあ、覚悟しなさい。そんなにあるつもりは。めった打ち。たまらず出したね。それでいいんです。ああ、ひどい。最初から出していればよかったものを。まあそうだけど、ドラキュラに逆らうからいけないんです。まあね。これで飽きますね。これ、血の海ですか。すごい量だね。うお、こういうタイプか。めんどくさい。QTE なしにすれば。それも考えましたけど、やはり動画を撮っている以上、ありのままでいきますよ。まあご勝手に。これ何これ。血を捧げる。やってみるか。で、気を使いすぎだよ。一番血を欲する人なのに。ほんとですよね。
だ早かったか。あ、死体。何やってるの？檻を壊す。あれか。まあ、今じゃないですね。ひどい。ちょっとびっくりした腹いせです。つまりはここかな。貧血になりそうです。ここでいいんですよね。なんか広い。ここから行くのかな？どこ？向こうに掴まれるところが見えますけど、あそこは届かないよね。あ、ここ。なるほど。そういうことか。あれ、下がってる。どんどん速くなってるよ。ちょ、やばい。一旦仕切り直します。ちゃんと現実味がある動きなのね。今度は急いで、一旦休んで、そして登る。一旦休んで、あの上か。よし。今度は降りるのかな？これは放っておいてもいいですね。よっと。これは、とにかく左か。ここですね。よっしゃ。うまくいったじゃない。一発でできました。ここかな。そういうことか。タイミング系ね。よし、まだ。やばい。あ。もういいや、行っちゃえ。大ダメージだよ。できたからいいんです。ちょ、この雰囲気。じゃあ。またですか。もう怖い。いる。なんでそんな構えなの？来たー。やめてー。怖すぎます。消えー。怖い。それやめてほしい？心臓に悪いよ。一応仲間なのね。襲ってくる感じでしたけどね。教えてくれました。ほんと困るわ。もう一度パンツを。もういいわ。すみません。じゃあこのまま。だな。闘技場のような雰囲気。絶対に敵が出てくるね。よし、うまくいった。覚悟を決めて、行きますか。決めてないじゃない。怖いんです。行きます？早く行きなさいよ。そや。
出てこい。来るなら来い。あ、なんだ君たちか。全然怖くなかった。盾を持ってるん。結構めんどくさそうです。ちょ、かわいそうよ。かみたいだけなんです。何この霧。毒でも投げられたんじゃない？そういうことか。卑怯な。あれ、盾のやつはもういない？いつの間にか倒したみたいね。いて。こいつが毒を投げてたのか。離れてしまえば問題なしです。よし。ここを登るの。おり。あれかな。声がしますね。誰かが囚われてるね。あいつを助ければいいのかな。パズル面だね。そういうことか。頭を使うのは任せてください。え、IQ2 じゃないの。それは過去の私です。隠しておきたい、過去の。あ、忘れてほしいのね。はい、今すぐにでも。わかったわかった。足場を伸ばすのか。で、左。あ、あれ？繋がってない。杭みたいのがあるよ。そうか、あれが邪魔なのか。ということは右かな。あ、ただ伸ばすだけでよかったのか。長さは3つまで伸ばせるのかな？最初は簡単だったね。お、もう到達ですか。誰なんでしょうか。え？まさか。嘘でしょ。懐かしい顔もあったものです。まさかにでも出てくるとは。顔も変わらないわね。ご主人様と呼ぶようになったんですね。そうなるのか。メブーサの居場所を知ってるんですね。とにかく解放しろと。そういうことですね。ちょ、顔。任せてください。顔選手権上位の顔ですね。何それ。名前は当然、チュパカブラ。一般的には、血を吸うイメージだよね。牛とか、ありましたよね。このゲームでは、いたずら好きなあいつです。不老不死だったのか。この一匹だけがいたずらし回ってるのね。相変わらずのようです。まあでも、助けるしかないか。どうやるの？下かな？ここ？あれ？どういうこと？あ、仕掛け。クエスチョンが多いわね。出口の近くに装置があるのか。まっすぐ伸ばすだけですね。新
頭を使う必要がないね。残念です。むしろ良かったじゃん。あっちですよね。ならこっちを先に。よし。これであそこに行けるかな。ちょっと見にくい。届く。できたっぽいです。やるわね。まあこのくらいは。さて、中途半端ですが、今回はここまでとします。途中じゃない？まあそうですけど、ちょっとキリがいいので、ここで切ります。はいはい。ダジャレは置いておいて、次回はあいつを助け出します。すぐにできそうね。ノクターン。また次回をお楽しみにね、ノクターン。